ポルシェのエントリークーペ 718K-1 に設定される新型モデル 718K-1GT4RS 開発車両が初めてニュルブルクリンク高速テストを開始した。また GT4 と酷似しているリップスポイラー、サイドスカート、ディフューザー、イエローのブレーキキャリパーが見て取れる。リアからの画像をズームインするとキャビン内を見ることができる。シートが GT4 張りの厚手のように見えるほか、アルカンターラをまとったステアリングホイール、縦型の大きなディスプレイなどが確認できるが、市販型パーツのテスト化、他システムからのデータを表示するモニター化は不明だ。GT4 では 4.0 リットルフラット 6NA エンジンを搭載、最高出力は420ピコセカンドを発揮する。しかし GT4RS では最高出力が450ピコセカンドまでブーストアップ、 K-1 史上最強モデルとなる。ワールドプレミアは2021年半ばと予想される。